今日は2人でお出かけです。こんにちは、カメラマンの宮川です。いつもご視聴いただきありがとうございます。あれ、声が遅れて聞こえるよ。いつも結構今日揺れてるよ。運転が荒いからかな、今日は。若干ね。こっち青だよ、止めようか。水は出してるわけじゃないんだよ。うん、大雨だからね。うん、なんかくれよ。使えるかな。ではどちらにお買い物に行かれるんですか。草加の丸井に行って、バリエの中の無印を見てきます。草加丸井でお買い物です。改めまして、こんにちは、カメラマンの宮川です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は妻と買い物の Vlog を撮っていきたいと思います。ちょうど今、夕方の4時なんですけど、出かけ先になったらですね、大雨になってきてしまって、でこの後雷も鳴るみたいです。でも立体駐車場に入っちゃうんで、まあ雨に濡れる心配はもうあんまないのかなとは思います。前回の動画で次回の出張撮影の時に Vlog 撮れたらと思ってたんですけど、思いのほかですね、ちょっと回せなかったので、こういう形でですね、今日は普通の日常の Vlog っていう感じで回してみます。すごい雨だな。あと持ってない人とかいるんだね。いきなりの雨だったからね。注射器は上に入れる派ですね。いや、本当は口に加えんだけど。もしくは、ね、あまり良くないんで、私に渡しますよね。よろしくないので。はい、到着しましたので今から買い物に行ってきます。今日の目的は、プチプラファッション。40代プチプラファッションって感じで行きたいと思います。で、今のゆうちゃんを差し込んでおきます。行ってきます。丸井セールの期間中なので来てみました。サボテンで何買いましたか。サボテンでカニクリームコロッケ。そう、チーズ重ねカツ。初めてです。本当。美味しいといいね。じゃあ次は。無印に行きます。次は無印に行きます。バイバイ。結構雨が降ってきました。これから歩いてバリエに行きたいと思います。
サボテンの受け取りに行ってきました。あったかいよ。一通り買い物が終わりました。今から自宅に帰ろうと思います。今日購入したのが無印良品のリップストップイージーパンツの M サイズ。これ素材は綿が 98% ポリウレタン 2% で、ゴム紐になってます。これを購入してきました。では早速履いてみようと思います。実際に履いてみました。ちょっとダボっとわざと履きたいっていうのもあって、でそういう感じで履いてます。こんな感じで少しダボっと履いてます。ゆっくり、まだシールが貼りっぱなしです。何色あったっけ？6色ぐらい。6色ぐらい、うん、この色ね、いい色でしたね。概要欄に、貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。宮川カメラマンのチャンネル。はい、今日はこんな感じで Vlog を終了したいと思います。 SNS のフォロー、YouTube のチャンネル登録、グッドボタンなどもよろしくお願いします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カメラマンの宮川でした。これからサボテンを食べます。食べます。